5月7日、三重県営サンアリーナを会場として催された第27回全国菓子大博覧会三重で南伊勢町の PR が行われました。この催しはお伊勢さん菓子博2017と名付けられており、テーマはお菓子がつなぐおもてなしを世界へ。伊勢神宮の門前町として育んできたおもてなしからイメージされています。全国菓子大博覧会は明治44年に第1回が行われ、戦時中の中断を除き約4年に一度全国各地の菓子工業組合が開催しています。お菓子の歴史と文化を後世に伝えるとともに、菓子業界関連産業の振興と地域活性化に役立てることを主な目的としています。今回は東海地方において1977年の静岡以来40年ぶりの開催で、初めて三重県で催されました。会場内には各種ブース、建物が作られており、お伊勢さん菓子博の出展者らが自慢のお菓子を PR 販売していました。会場内でも注目の高い全国お菓子夢の市では、南伊勢町ブランド商品デコタン羊羹が出品されており、2018年に生誕400周年を迎える河村瑞賢とともにPR されていました。また会場内の一角には町内の事業者が合同で出店する仮設店舗があり、南伊勢町の名産品を活用した食べ物、飲み物などが売られていました。南伊勢町の PR ブースでは南伊勢町のパンフレットなどが配られ、前を通る方が足を止めてパンフレットを手にしたり、南伊勢町の紹介に耳を傾けていました。また伊勢舞台のそばではタイミーが現れ、記念撮影に応じるなど来場者と触れ合い、南伊勢町の PR を行いました。伊勢舞台では南伊勢町の PR イベントとして、小山町長と観光協会による南伊勢町の紹介トーク、伝統文化として牛鬼太鼓の演奏、マグロ解体ショーが行われました。伊勢舞台の座席は満席となり、牛鬼太鼓の勇壮な演奏、豪快なマグロ解体ショーが大きな注目を集めていました。最後は町内で養殖されたマグロの刺身が振る舞われ、引き換え券を手にした方が列を作っていました。お伊勢さん菓子博
2017は期間中の累計来場者数58万4100人を記録し、5月14日に閉幕しました。